なんか、女子児童への声かけ事案をめぐり、ネット上で議論が巻き起こってるみたい。その事案とは、ある男性が女子児童へ、トイレはこの辺にありますか、と声かけをした事案なんだけれど、その声かけ事案を見た人が、純粋にトイレ行きたかっただけだろ、と擁護ツイート。その擁護ツイートは1万いいねを超えたんだけれど、この女子児童への声かけ事案の擁護はおかしいと反論する人たちが出てきたことで、議論に発展してるんだよ。ではまずは、女子児童への声かけ事案を擁護するツイートから見てみて。モフ1182、ウィズ、ロボット丸9。純粋にトイレに行きたかっただけなのでは？声かけ事案の発生について。時刻、17時25分。内容、外出中の女子児童が見知らぬ男に、トイレこの辺にありますか？などと声をかけられる事案が発生しました。犯人像、年齢20歳くらい、身長170センチくらい、体格中肉、マスク灰色パーカーの男。この擁護ツイートに対し、次のような反論の声が殺到。渡辺いわし。トイレの場所を女児に聞いただけで犯罪者扱いだ。成人男性は行きづらいというツイートに触れたのですが、本当に女児にトイレの場所聞けなくて行きづらいよピエンみたいな成人男性、いる？私の知ってるまともな成人男性は、女児には道を聞かない。の、ニクール感想。女児が成人男性にトイレの場所を聞かれて怪しむのも、過去に多くあった実際の事件から来る、しっかりした自衛なんだけど、それに対し周りの大人も、ちょわら考えすぎわらわら、犯罪者扱いかよ、みたいな反応を否定し、その行動は間違ってないよ、と言い続けていかなければならないなと思う。左右。トイレの場所聞くのもダメなのとか、トイレ行きたかっただけでは、というコメントに溢れているけど、10月14日の17時25分でしょ。もう暗くなり始めてる季節だし、わざわざ女子児童に声かけたらそりゃそうなる。スマホで調べるなり、子供ではなく大人に聞いてくださいね。ファミチキキキキ。一緒にトイレ行きませんか？とか言われたならまだしも、どこにある？と聞いただけで。アウェイ札幌線行くよ、ヤゴエメちゃん、チュー。普通子供に聞かないから。ミオ、トイレの場所聞いて、案内させて、そのまま連れ込んで性加害する奴がいるんだよ。1万以上もいいねされてるの恐ろしすぎるよ。確かに夕方に、女子児童に、トイレはこの辺にありますか？と声をかけようものなら、不審者と思われて当然かもしれないね。何せこのご時世だもん。かなり危険な匂いがプンプンしちゃうよ。この件に関しては、ネットでも、次のような様々な声が上がってるんだよ。世知辛い世の中になったね。どう考えても事案だっつーの。これは多分、性犯罪者だと思うわ。俺もトイレ探してて、小さい女の子に聞くことはない。成人男性が女子児童にトイレの場所聞くなんてありえないから。当然男子児童にも聞かない。スマホで調べるか、店舗で聞いてくれ。ただトイレに行きたかっただけかもしれないし、連れ込まれる可能性もあるし、ことが起こってからじゃ遅いからね。自分で調べる方が圧倒的に早いから、疑われても仕方ない。こういう世の中になったのも、結局そういう手口で犯罪を犯したバカがいたからなのよね。これ防犯メールの本文に、トイレに連れ込む事案もありますので気をつけてください、って書いてほしいよな。いや、マジで子供に聞くなよ。大人に聞くかスマホに聞けよ、バカじゃね。時間帯も、いいおっさんが他人の子供に、しかも女の子に声をかける時間じゃないだろ。この男を擁護してる奴は、もっと危機感を持てよ。よく女児が取り沙汰されるが、男児も気をつけろよ。被害の数は、男児のが多いらしい。警戒しないから。普通の感覚を持ってれば、漏らす寸前でも女児には聞かんやろ。おはよう、でも事案になるからしゃあない。このままだと、目が合っただけで110番されそうですね。本当にトイレに行きたかっただけだとしても、そういう被害が世の中にはたくさんあるってことが問題なのよ。お前らにその気がなくても、子供からしたら恐怖でしかないんやで。
みんなはこの件に関してどう思う？ネットの声にもあるように、昨今は児童に対し挨拶をしただけで通報案件になっちゃう時代だからね。いくらトイレが我慢の限界だったとしても、夕方に女児に声をかければ、女児に怖がられるだろうし、不審がられるのは必然だよね。なんだか世知辛い世の中だけれど、実際に女児をトイレに連れ込む性犯罪も起きているからね。変質者から子供も守るためにも、このような事案は広く拡散し、周知徹底しなきゃいけないと思う。理不尽と思う人もいるかもしれないけれど、仕方ないよ。しかし、トイレを探していた男性、その後どうなったんだろうね。もしかしてもら、いや、なんでもない。とにかく子を持つ親は、子供にこのような危険な事例があることをしっかりと伝え、子供を守るようお願いします。犯罪者から子供を守るのは大人の責任だからね。